黒羊朝は、イラク北部から、アナトリア半島東部を経て、アゼルバイジャン、イラン西部に広がる遊牧地帯を支配した、トゥルク系のイスラム王朝。トゥルクマーンと呼ばれる、トゥルク系遊牧民の部族連合を元とする、遊牧国家であり、王朝名はトルコ語でこの部族連合がカラコユンル、すなわち、黒い羊に属するものと呼ばれたことに由来する、直訳名称であるが、 語源は不明である。黒羊朝の部族連合を結んだトゥルクマーンたちは、イルハン朝の時代に、バンコホク北岸を、夏エイジ、ンスル近辺を東栄地として、遊牧生活を送っていた。その一派の主張バイラムホジャは、イルハン朝が、解体再編されていった14世紀後半に、権力を確立し、周辺一帯を広く支配する、 イルハン朝の継承政権ジャライル朝に服属した。バイラムホジャの子からムハンマドは、ジャライル朝に反乱を起こすが敗北した。第三代君主からユースフの時に、ティムールによる東部アナトリア遠征にジャライル朝と共に抵抗し、一旦は勢力を失った。しかし、1405年にティムールが没すると、 カラユースフは勢力を盛り返し、アゼルバイジャン地方を支配するティムール町の王子、アブーバクルを破って1408年にアゼルバイジャンの中心都市タブリーズを領有する。さらに1411年にジャライル町の残党を滅ぼしてバグダードを占領、イラクまで勢力を広げる。1419年にイラン中部のガズビーンまで占領したところでカラユースフは、 ボッスルが翌1420年に黒羊朝は、ティムール朝中央政権のシャールフによる遠征を受け、黒羊朝は、激しい抵抗を取れないままアゼルバイジャンまでの東方の、領土を奪還された。シャールフが、本拠地ホラーサーンに帰還すると、 カラユースフの維持カライスカンダルが王朝を再統一して勢力を回復しアゼルバイジャンの支配をめぐってティムール朝と激しく争った。カライスカンダルは白羊朝のカラオスマンを倒すなど東部アナトリアに歯を唱えるがたびたびシャールフの遠征を受けシャールフに忠実な兄弟のジャハーンシャーに王位を奪われた。ジャハーンシャーはシャールフによって タブリーズの知事に任ぜられ、ティムール朝の総主権を認める代償に黒羊朝は、アゼルバイジャンの支配を確実なものとする。1447年に、ティムール朝のシャールフが没死、2年後にはその子、ウルグベクが殺害されて、ティムール朝の統一が乱れると、ジャハーン・シャーは、ティムール朝に対して、反旗を翻し、黒羊朝は再び拡大に転じて、 イラン高原中部まで進出した。1458年、ジャハーン・シャーは、ティムール町の中心地ホラーサーンに迫り、ティムール噂側の混乱に乗じて一時は、トヘラートを占領するほどの勢力を誇った。そして、支配領域の拡大に伴って、行政機構も整備される。しかし、1467年、ジャハーン・シャーは、当時、 黒羊朝に服属していた白羊朝のウズンハサンが勢力を拡大するとウズンハサンを撃つために西に進軍したしかしジャハーンシャーが野営中にウズンハサンに吸収され落命すると黒羊朝はたちまち混乱し分裂したウズンハサンは黒羊朝の王族たちを次々に破りその後わずか2年足らずの間に黒羊朝の勢力は 白洋朝により一掃されてしまった。黒羊朝滅亡後、指揮下の部族は白羊朝に吸収された。黒羊朝を形成していた集団の一部はインドに移住し、16世紀初頭にクトゥブ・シャーヒー朝を創始した。白羊朝により滅亡。ありがとうございます。